タコはなんで体の色を変えるんだろう。みんなこんにちは、ハテナくんだよ。タコってどうやって体の色を変えるんだろう。今日はタコさんにお話聞いてみたよ。なんで僕が色を変えるかって、一つは敵から身を守るため。僕の敵はウツボ、エイ、サメなどだよ。僕は自分の色を岩や海藻をそっくりに変えて目立たなくするんだ。皮膚のシワを変えてデコボコにすることもできるよ。また敵に出会ったら墨を吐いて体を白っぽくして逃げたりもするんだ。もう一つの理由は獲物を取るため。僕のごちそうは伊勢エビ、カニ、アサリ、アワビなんかだよ。僕は体の色を周りの色に似せて目立たないようにして待ち伏せするんだ。僕の体には赤、黄色、黒の細胞がある。これを縮めたり広めたりしていろんな色を作り出すんだよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。